しょ。そしたら、二次隊の難関大コース。で、まあ、それぞれ、大学知ってます。で、その辺も最初に話しましたけれども、毎週毎回毎回授業やってもどうしようないので、もう4点だけ絞って。今日やる京都府立っていうのは、読解、本当に国語的なしっかり読み取りができないと、ちょっとやりにくいってやつですね。まあ、具体的に言うと、すぐそばにね、回答根拠があるわけじゃないよ。割と好きなのは九州大とか東北大とかやってくるんですけど、まあ皆さんの受ける大学だと、ね、何があるかわからない、そこまでそういう特徴がある大学は少ないんですけども、筑波とかたまにちょっと離れてるところに回答根拠あるとかあるから、少し気をつけないといけないかな。で、まず最初のこれ、これはちょっとね、京都府立独特なんですけど、 If eyes are truly windowed to the soulThen maybe your dog is trying to tell you something. はい、ね、はい、ね、これはちょっとね、京都府立ならではです。毎年慣用的な言い回しとか、こう日本語的な言い方っていうのを聞いてきてて、そういうのを出すんだわ。なんか言うたら感動させたくないっていうタイプで、でもどう書くかなんだよね。 Window to the soulだから普通に読むと皆さん多分全員魂は出てくるわけなんだけど、だからといって魂の窓って気持ち悪いよね。で、この大学はいや、だから別に取れなくてもいいんだわ、これをね、取れないぞどうやとか言いたいことじゃないんだわ。で、まあこの大学は毎年こうやってちょっと難しい解釈のものを出すんだけども、それはあまり気にしない。一応あのソウルっていうのが心の意味がある、あのなんか精神的心だわ、あのこんなんあるわ、こんな感じ、再起みたいな意味があって、あのほら精神医学のこのサイキックっていうでしょ、精神再起っていう単語の違いに似たようなやつで、これでね、心の窓、目が本当に心の窓であるならもしかしたらこの大学に特化して慣用句とかひたすら勉強してきた人は、これ実はことわざもあって、目は口ほどにものを言うっていうことわざでもあります。だからもし本当に目は口ほどにものを言うのであればって書いても OK です。こんなの奇跡を信じて来たらもう、でも心って書きました。あ、それは OK、 そういう解釈だし、まあ、直訳に近い形でやると、もし目が本当に心の窓であればとかでもいいし、ね、こういう慣用句とかこの大学受けたくて特化してる人いたら、もし目が本当に口ほどに物を言うならばって書いて、それならばおそらくあなたのまあまあてかまあ愛犬とか飼い犬でもいいですよね。あなたの犬なんで飼い犬、うん、飼い犬があなたに何かを伝えようと、まあ回答は訴えようとってしてる、まあ、そこまではいいかなとしてるのかもしれませんねっていうところかな。はい、あで、ここは別にそこまでいいんですよ。次のね、カッコ2がね、今回の皆さんできたかなっていうところで聞きたいところなんで、まあ、とりあえずただ日本語は打っとくね。はい、この下に打っとこうかな。はい、もし本当に目が心の窓であるならば、はい、その場合、まあ一応あの教学者の回答かな。あなたの犬は、あなたの犬ってちょっとあれですけど、あなたに何かを訴えようとしているのかもしれない。うん、別に飼い犬でいいと思いますよ。うん、とかに、うん、はい、とか、もし本当に目が口ほどに物を言う、こんな言い方か、ね、まあここはとりあえず
そういうとこ。まあ、甘い。薄くないですか。まあ、そう。いや、心が出てきてたら、あの9大点から5学点には入ってくると思いますよ。まあ、この大学あれば、ね、いや、全然ないですよ。そうで、ここは、この大学はこいつを聞いてくるから。うん、お、私、はい、あ、これいいんですよ。これはまあ、はいはいでよくて、あの、ここ、次の問題なんだ。僕がとにかく、あなた方に国公立二次型の割と難しめの大学受ける人たちにしっかり分かっておいてほしいのはこっちだから。ここが今からのここ。下線部にはどのような特徴を持つ目か、本文に即して日本語で35字以内で説明しなさいっていうふうになっている。ね。はい。で、まずしっかり読解っていうのが今日のこの授業のポイントで、どのような特徴を持つ目かが聞かれています。どのような特徴を持つ目かが聞かれていて、今からしっかり読んでいく上で回答を見極めていきましょう。こっちが大事ですよ。で、読んでいきますよ。 An international research team has found that poppy dog eyes、 ポピードッグ、子犬だね、子犬の目ということで、今回の文がこのね、犬の目の話なんですよ。ポピードッグ eyes、 子犬の目って言ってます。で、 evolved over thousands of yearsTo help dogs better communicate with humans. 犬が人間とよりよくコミュニケーションを取るべく数千年かけて進化した。はい、ね。子犬の目っていうのは進化してきたんだって。Their study is the first detailed analysis comparing the facial anatomy and movement behavior of dogs and wolves.アナトミーは解剖学だね。これはしっかりね、二次向けの単語です。解剖学。どんな研究したんだろう、このインターナショナルリサーチってここですよね。彼らの研究っていうのは、初めて詳細な分析を、何と何。犬と狼のムーブメントビヘイビア、その動きの行動と、顔の解剖を比較して、そういったものの詳細な分析を行ったそうです。はい、ですね。ですから、この文章ってまだ、こうなんだよね。研究の内容について言ってるだけなんだよね。まあ、内容とか漠然とした研究のテーマについて言ってるだけ。で、次に研究から分かったこと。The researchers discovered that the facial masses of both species are similar. 当然、both species は皆さんなら、ドッグ&ロブスで察してることはもう明らかだよね。はい、両方のその種というのは、もう両種ともに似てるんだ。はい、顔の筋肉はそれぞれの種で似てることは分かった。だけど、はい、above the eyes。目の上だけちょっと違う。はい、で31があって、31を答える時には似てるんだけどっていうところと、まあ念のためここ見ましょうか。 Dogs have a small mouth which allows them to raise their inner eyebrow. これで眉だから、回答とかではあの内眉っていう言い方をしてもよかったです。まあ眉の内側とかで、はい、Which was not. 犬は内眉を上げる、ね、こう筋肉を持っているが、狼はそれを持っていなかったっていうようなところです。そうなんだね。つまり後の文章でもあるんですけれども、これがあると第2パールグラフでもいけますけれども、上目遣いができますっていうふうなところです、ね、はい、ね、これはね、その筋肉があるおかげでです、まあ、筋肉はしますね、その筋肉があるおかげで犬は
打ち前を上げることができるが、狼はそれができないというふうなところの読解も踏まえて、お互いの筋肉は似てるが、3の1のところはここですよね。まあいろいろ行知っとる単語並んでますけれども、目の上を覗いてるね、はい、というふうになります。だからここの回答は3の1は except が入りました。はい、この文章を今括弧2の問題先に言ったよね。どのような特徴を持つ目かっていうふうに言った時に、大体みんなどうしても大抵の受験生が下線部があったらそのパラグラフで考えるし、なんなら自分も普段からねそのパラグラフで考えるのが普通だよねって言うけれども、あなた方が受けたい大学でたまにあるのが外してくるんだよね。まだかな。で今回ここでどのような特徴を持つ目かって言われてるんですけども、今のところ研究の漠然とした説明と研究から分かったことしか言ってないです。特徴についてはまだ触れてないね。でこのまま読んでいく。はい、子犬の目の特徴はそうなんです。第2パラグラフにあります。だからしっかり読めてるかどうかです。 The team which includes Duke's University Professor Dr. Anna Brosまあなんかアンナブラウス、デューク大学のアンナブラウス氏がいるそうで、彼は言います。Suggest that raising the inner eyebrow 内眉を上げることが triggers 何々の引き金となる。ね。ただこれ。普段僕の授業を受けてきた人には言ったと思うけども、また出た、もういい加減ですか。そうなんです、もうこれが英語の評論ですからね。原因結果型レストリーガーはね、打ち前を上げることから何が生まれてるのか。 A killing response in humans 人間の世話をしたいという反応の引き金となっている。なんでBecause 以下 It makes a dog's eyes appear larger, more infant-like and resembles a movement humans produce when they are sad. というふうにつながってきて、はい、打ち眉を上げることね、打ち眉を上げることが犬の目をより大きく見せる。で、ここが並列だろうね。More infant-like。より幼児に近い。子供じみたのから見る。子供じみたように見せ。そして、Resembles a movement humans produce when they are sad。はい。人間が悲しむときに作り出す動きに似てるからです。つまり、リリー残ってましたね。今回聞かれてるのは子犬の目の特徴なので、子犬の目の特徴というのはまさにここだよね。内眉を、あ、失礼、目をより大きく子供じみたように見せ、そして人間が悲しい時に作り出す動作に似ている。ここが子犬の目の特徴を指してくれる。これを読み取れるかどうかだったっていう問題です。はい、まあ、皆さんでもね、英語これまで頑張ってきたので。はい、そしたら、ここを踏まえた上で、回答を見ていきますと、これ2回書くか。はい、内眉を上げて大きくなり、幼児の目にも似た悲しげな表情を見せる犬の目、丸。例えば模範解答その1、こんな感じですけれども、はい、あ、上げての字は変ですね。こちらの上げては変ですから、はい、35字で書くとこんな感じです。で、どのような特徴を持つ目かで聞かれてるので、
語尾は目にしてください。原則これから多分皆さんもいろんな問題まだね、いろんな科目ありますから、理系の子とか特にね、物価数学集中してもらったらいいんですけど、それでも英語やると思います。例えばあるんですよね、どのような状況なのかとか、こういう聞かれ方とか、なんかどのような、今日予備校生にやってたんだけども、条件か、外来の18年の問題だったんですけども、こういうふうに聞かれたら、やっぱり最後の語尾っていうのはその状況とか条件とか、その言葉で答えるようにしてください、ね、そんな、なんで大学そんなこと言ってたんですか。これは根拠としては、昔東京外国語大学が2016年から2020年ぐらいまではめちゃくちゃ明確な採点基準を出してる時期があって、でその中で彼らは当時はっきりと言ってくれてますね。でこういうのを自分はまあ一応これでもまあまあ一応はプロなんで、この世界で生きてるんで、ずっとこの採点基準っていうのをもうネットで手に入らないからダウンロードしてバカ丁寧に保存してる、こうやって保存してるんですよ。なんかほらこういうふうに、これ東京外大が売ってくれてるやつなんだけど、こう外大はほらこういうふうに言ってくれる、どういう条件か、どういう前提条件かって聞かれたから、条件前提などの名詞で終わってない場合は1点減点とするみたいな。この当時の外大ってめちゃくちゃ丁寧で、採点基準をネットで最後開けてくれとってる。今なんか不丁寧で全然開けてくれないんだけど、でもそういう資料を自分は、こういう業界にいるんで持ってて、だってさ仕方ないじゃん、俺別に大学の採点したことないし、かといって学校の先生が昔大学にいて20年間大阪大学で採点したの一緒いないから、よりどころにするとしたら、日本屈指の外国語大学が昔採点基準を出してた頃を参考にするのは十分根拠に当たると思うから、やし、やっぱり回答の正誤差っていうのを見るときに、どのような目かって聞かれてるから、目っていうふうに回答とかも落とし込んだ方がいいとは思います。さあ、ちょっとこの辺まででどうでしたかね、皆さんの抜き出しとかちょっと見たいんですけれども、はい、さあ、で実際こんな実験を行ったんだって。 The study found that friend export to human for 2 minutes、 2分間人間のもとに犬がさ、Dogs raise their inner eyebrows, 内眉を、and at higher intensity downwards, 狼よりもより強いインテンシティなんで強度、より強い強度で内眉を、当然この流れだったら画面映さないですけれども、より上げるんだよね。4番です。More、はい、and eyebrows more、より強い強度で上げる。ググッというふうに上げていくんだろうねっていうようなところです。はい、で、The last inner level movement in dogs、 犬に見られるこの目を上げる動作、 It's driven by muscle、 筋肉によって起こる、ドライブは動かされるの意味でしょうね、起こされる、 Which doesn'tConstantly exist in their closest living relative、 最も近い生物の親戚ですから、これはちょっと具体語になりますけれども、近縁種みたいな、最も近い生物の、近縁種として、はい、いる、されるでしょう、あ、ごめんなさい、一貫して存在したいよね、この筋肉は最も近い近縁種であるホニャララには一貫して存在してないので、これは今回の場合は Wolf を入れたら単純にいいだけです。シベリアンハスキーを選んじゃったあなたなんですけど、シベリアンハスキーは近縁種ではなくて同種です、犬です、シベリアンハスキーは、だから OK です、はい、
なので狼を選べばいいので4番のウォルフを選んでこの時点で、ね、数字から選ぶのは344かな。ここが面白いんだよね。 This is a striking difference for species、まあ、striking がまあ皆さんある程度大丈夫だと思いますけれども驚くべきですよね。はい、で、separated 分化してから only 33,000 years ago 3万3000年しか経ってない。だってある意味人類とか一応俺らが猿から進化してたとしたらなんか前の種から比べたら100万年ぐらい経ってるわけであってこの犬とオカミって分かれてから3万3000年しかないらしい。その間にもこんだけ筋肉の違いが出ることを要するに筆者は驚くべき違いですって言ってる。 And we think that the remarkably fast facial muscle changes この驚くほど速い顔の筋肉の変化っていうのはcan be directly linked to dogs and enhance social interaction with humans, she said. ね。直接犬の高まってきた人間との社会的交流と、まあ、直接強く結びついているのではないかとブロース氏は語りますっていうようなところです。だからやっぱり犬と人間の文章は大変よく出てなんならこの人間の最も最良の友みたいな言い方もするわね。 A man's best friend って犬って言ったりするようにこれほどまでに人間に愛される筋肉が、高度にそして早期に発達したところに不思議さがあるよっていう文章です。でそのまま読んでいくと The only dog species in your study that 研究で唯一なかった犬いたんだって The not her mouth was the Siberian huskyあのリスニングある人シベリアって言わないからねサイベリアンだからねサイベリアンって言います。サイベリアンハスキー which is among more ancient dog breed この ancient は古いで意味でいいです古代のっていうかで dog breed は犬種ってことです。だからシベリアンハスキーにはこの筋肉がなくてただシベリアンハスキーっていうのは最も犬の犬種の中でも古いです。つまりおそらく最も狼と近いってことなんだろうね。そういうことでしょ。狼と分かれて犬になる。Thus they noted that an alternative reason. この alternative は代替というかもう一つのっていう単純に another みたいな言い方でいいです。For the human dog bond、犬と人間の絆。はい。Could be that humans have preference for other individuals which has white in the eye. And that raising the eyebrow explores the white part of a dog eyes. っていうようなところですよね。人間っていうのが、はい要するに目の中の白い部分を、ね、他の種から好んでいるわけだしでそれで目の、ね、眉が上がること Raising the eyebrow っていうのが要するに犬の目の白い部分をさらけ出してでそれを人間が好んでいると。It's not known why or precisely when humans first brought wolves in from the cold and revolution from wolves to dogs began. もう終わりになりますが、一応 brought in で間に wolves 入れてるだけです。brought in で何々を持ち込む。ね、brought in wolves にしてくれよって感じなんですけど、はい、いわゆる。ね、前置動詞プラス前置詞の形は目的語を挿入できるということで。はい。The cold 寒冷地帯みたいです。寒冷地帯から狼をどうして人間が最初に持ち込んだのか。そして、はい、犬からですね、狼から犬への進化がどうして始まったのか。はい、それって、is not known まだ分かんないんだって。でも、this research helps us understand some of the likely mechanisms underlying dog domestication. Domestication はこれで、今回は飼いならすことみたいな意味でいいです。
ただ文脈によってはいわゆるこれもできるよね、家畜化もできます。これもテーマとして多いんで気をつけてください。あの人間が家畜にできた動物ってめちゃくちゃ少ないんで、牛、馬、羊、ヤギ、犬、猫、しかも猫そんなにできたわけでもなくて、あとヤクとかなんでよく出ます。飼いならされたの意味で言うと domesticated っていう形容詞で取ってもいいです。 domesticated で取って、これを tame で言い換えることもできますね。だからこれ一回なんか多分二次次第の話した気がします。飼いならされた、 domesticated、 tame で言えます、はい、ですから、はい、ね、こう研究結果で最後に語るには、はい、犬が飼いならされたことの根底にあるね、アンダーライニング、根底にある、根底にあるそのメカニズムの可能性のいくつかを理解するのに役立つのではないでしょうかっていうようなところです。はい、です。さあ、ということで、カッコ4最後ですけれども、下線部カッコ4の内容を具体的に言い換えた表現を本文から6語で抜き出しなさいというようなところです。はい。さあ、これです。人と犬の絆。ボンドですね、ボンドの言い換えでっていう風なところで、うん、悩んじゃうのがやっぱこっちでちょっと悩ましいところも出てくるよね。犬が飼いならされたことの根底にあるメカニズム、ただこっち出しちゃうとこれは仕組みのことなので、その機能とかかなり生物学的な方向になっていきます。犬と人間の絆について、やはり端的に言ったのはこの絆っていう単語と、やっぱソーシャルインタラクション、社会的交流、さらに犬とが入ってるからね。ですからアポストロフィーこそはついていますが、最後の回答は Dogs enhance the social interaction with humans で OK です。ここを抜けば OK となります。よっぽど綺麗ですね。あの犬と人間の絆に対してドックスも言ってて、ヒューマンズも言ってて、ソーシャルインタラクション、社会的交流で言い換えてます。さ、最後に一言言っておきますと、もしかしてこんな悩みを持った方、先生ドックスエンハンストで1語じゃないんですか。これは2語です。いや、しょうもないかもしれないけど、一応一瞬不安だったら嫌じゃん。例えばこんなのを言っとくね。これよくある複合形容詞ってやつで、こっちだったら形容詞化するんだよね。別に単語自体は君らも大丈夫だけど、長期間の、こっちは長期間、複合形容詞っつってハイフンが入ると形容詞化します。じゃあ奥田さん、これ何語でしょう。正解です。こっち1号でこっち2号です。なんでね、しょうもない話ですが、字数はたまにてかあるからね、ライティングとか字数あるから、これ1号です。State of the art、 最新鋭の最新の1号ですってなりますから、これ1号だ、気をつけてね。ハイフンでつながった以上は一つの形容詞として扱うから一語になります。なんかほんまそういうの地味悩むの嫌でしょ。最後数えてさ、むしろこれ一語私足りてるの足りてないの、ああ時間がってなるぐらいだったら知っといてね。これぐらいですしって言うのか、はい、というところでございましたとさ